いぞ。いやーいやー、上層学院の東京地区の神戸の地区を失礼いたしました。まず関東地区の専門経過からご説明いたします。関東大会、大変レベルの高い大会でしたけれども、ベスト4にはまあ、いろんな方々の支えがあったからこその、まあ、結果だと思うので、本当に今の気持ちは感謝の気持ちでいっぱいです。で、まあ、甲子園ではまあ、自分たちのプレーを全力でして、勇気と感動を与えられるようなプレーをしていくので、また甲子園のほどよろしくお願いします。一日でも長く試合することが恩返しだと思いますので、しっかり今日からまた準備して戦っていきましょう。せーの、いやまあ、ずっと甲子園でプレーするっていうのが夢でだったんで、まあ、こうやって甲子園で選ばれたことで本当に今は本当にとても嬉しく思います。甲子園優勝を目指して、で秋からこんぐらい変わったぞっていうのを、まあ、地域の方々とか支えてくれた方々に、まあ、見せられるように頑張っていきたいと思います。どこからでも点数取れますし、3年前よりは守備も自信を持って臨めますし、まあ、そういう相手のいやらしいことができるようなチームかなとはちょっと感じてます。去年の夏でいうと土浦日大さんがベスト4まで行ってますし、やっぱりそこにうちは負けてられないなという思いもありますので、どん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 茨城の野球が強くなったなというところを全国に見せていきたいなと思います。